して最後に順番大切ですよ。最初に入れちゃうと辛くなりますから、醤油。で、みょうがを切ります。そうです、出てきた香りが出ます。どう、汁っぽいと。さあ、片栗粉です。1本 200g ですから、 80g とレシピに書いてありますから、大体半分すり落とします。はい、レモン汁で、とろみを入れると結構いっぱいになったね。あまり動かさない方がいいみたいですね。軽くするぐらいがいいんだろうな。揚げる唐揚げはカラッとします。香味とろろダレをかけます。